行くぞ。どうもどうも、ハッペンだよ。今回乗っていくのは、ソ連ティア5抽選車の T34 に乗っていきます。それでは、車両説明に入ります。まあ、抽選車なので仕方がないですが、真正面から抜かれるほど柔らかいです。なので、出過ぎないように注意しましょう。次に砲性能。貫通力とダメージで飛び出ているところはありません。区画は、まだマシな方なのでは、ないでしょうか？それでは、実況に戻ります。アジカタさんがひたすら叫んでますね。駆逐ポジに決め打ちしますが、多分いないでしょう。三突発見。あ、こっちに4号いたのか。4号は地味に引かれるから気をつけないとな。隠した MT でも弾かれるのか。三突撃破。あら、燃えていらっしゃる。はい、撃破。次は、あっちの HT 側を助けに行きます。あっち側は、ちょっとヤバそうですね。枚数で勝っているので、勝てそうではあるが。あの HT 硬いから嫌なんだけどな。なんだあれ、血抜かい？初めて見たな。これは間に合うか。あれ、ここって渡って大丈夫か？まあだよね。しかも取られたし。うわぁ。T ワンヘビー。うわぁ、無理無理無理。あいつは無理だって。てか、ヘッダーにやられたのか。あの三突に粛清を。これ多分待たれてるよな。まあ、突っ込むけど。また食らっただけで取られた。あ。はいはい。2000目やっていきます。そういえば今日はバレンタインですね。皆さんはチョコもらいましたか？もらったっていう方はコメントで数を教えてください。まあ、なのでチョコの代わりに砲弾をプレゼントしていくよ。いや、ぼっちって悲しい。なので憎しみを打っていきます。まあね、主は寂しく一人で編集しています。正直、何が楽しいかわからなくなりますよね。そして編集している主は、悲しい。家にあるチョコを食べながら撮影しています。前線に着きました。M8 くん大丈夫か？大丈夫だよ。我が、自由の国アメリカの戦車を舐めるなよ。はいはい。かかってこいやー。あいつ死んだな。まあだろうな。なかなかプレゼントできないな。あっちにいる HT 君にプレゼントしてきます。今からたくさんのチョコをあげるよ。やば、何も話すことなくなってきた。あ、B1 って案外抜けるもんなんですね。
この B1HT とは、思えないぐらいの単発なんですよね。うわ、焦りすぎたか。はい、これで満足。はしないんだよな。M7 中戦車か。お互い外すのかよ。意外と格下なら弾けるのか。よし、M7 やったから G 行こ。あれは紙装甲駆逐だな。これは勝ったな。勝ちそうなので次の動画で。バイバイ。